演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。でのコアラのマーチと、そのレモン仕様のコアラのマーチチーズケーキ味を、ダメ、チーズケーキ味じゃないよ、チーズケーキ味だを食べ比べてみたいと思います。なんかポケモンか、なんか最新映画またやるみたいですね。まあ自分は本当に本編はルビーサファイア世代で離れてしまったので、あ、でもゲーム実況チャンネルを見てもらっている方は分かると思うんですけど、不思議なもんはやっています。なので今回食べ比べてみたいと思います。その前に見比べてみようかな。コアラのマーチは絵も楽しめますからね。コアラの絵が描いてありますね。そしてこちら、ポケモン仕様のコアラのマーチ。おっと、ここはモンスターボールになってますね。ミスドというモンスターボールのこういう形にするのも流行ってるのでしょうか。ありゃ、こちらも絵柄はコアラですね。なのでポケモンが描いてあるわけではないんですね。まあどちらも食べ比べていきたいと思います。ではいただきます。ちょっと先ほどポケモン書いてあるわけじゃないんですねと言いました。撤回します。ここにリングマ、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、リングマ書かれていました。こういうのもあるんですね。完全に最初見落としただけなんだけど、もう恥ずかしいな。わわ、ピカチュウ来ました。いやー、可愛いですね。これこちらと、せっかくなのでお菓子のパッケージとツーショットかわいいけど食べちゃう。最初に食べたこちらのコアラのマーチはやっぱりシンプルなチョコレートとサクサクとしたビスケットが昔から変わらない美味しさでしたね。なのでやっぱり定番商品は強いっていう感じがしました。コアラの絵も相変わらず可愛いですしね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。でこのポケモン仕様のコアラのマーチなんですけど、中のチーズケーキのチーズ感が非常に強くて爽やかでさっぱりとしていて、本当にチーズケーキを食べてるようなそんな感じになりました。まあ、チーズケーキはビスケットもありますし、そこはどうでもいい。でポケモンの絵も可愛かったですし、まさかピカチュウに会えるとは。でなんかここに書いてあるんですけど、モンスターボールは2個あるってことで、この底の方にもあるみたいですね。ちょっと開けてみますね。あ、本当にありました。というわけで、あ、そしてで一応見ておきますと、こっちの方は、通常版はそこには、おや、なんかこんなのが入ってましたね。こういう遊び心みたいなのが入ってます。もう、コアラのマーチの入手力なのでしょうか。というわけで、こちらのポケットモンスター仕様のコアラのマーチはこちらの点数とさせていただきます。と、本日は、また美味しいコラボしてほしいですね。それでは、カタツムリ、サラリーマンから遅いのに。サラリーマンが出勤に遅れたら大事問題ですが、成長は遅いながらもやってるということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。